あ、来た。皆さんこんにちは。現代の和田の姫ことマコです。今日は商工会の交流会ということで、このダダチョ豆アリーナでモルックを初体験していこうと思います。モルックはでもなんか車椅子の人でもできるっていうのを知ってたので、初体験なので頑張ります。これはあれですよね、一番初めはあの弾けさせるんですよね。そうそう、いきますよ。あ、いけた。コロコロでもいいのか、1投目だったら。なるほど。これだと5点とかでしょ。これだと5点ですね。5点です。あ、もう1発目から点数が入るもんな。本当だ。一番初めはなんかあのビリヤードみたいに弾けさせて、英語1回言いたい。コロコロでどうなるか。え、1投目はコロコロで。え、むずい。これコロコロの方がむずい、難しい、軌道が変わっちゃう。まあ、ちょっとさっきより遠いな、やっぱり。めっちゃ倒しちゃった。お、すごい。すごい、はい、散らばらない、地道な作業が。初めて同士でも試合はめちゃくちゃ楽しいです。これは4チームで2試合ずつ計8試合の総当たり戦なんですが、もう相手チームが強くて私たちはめちゃくちゃ負けてました。あと3回連続ミスったらもうその時点で点数が0点っていうなる、意外と難しいけどやればやるほどめちゃくちゃ楽しいのがモルックです。いいよ。うまい。いや、十分。これ後ろからの方がいい。11、やばくね、これ狙えるよ、これ。11のところに、前から取る、前から。これ11って見えないからね。オッケー、11狙いです。今から11狙い行きます。大丈夫。11狙いです。11狙い。嬉しい。すげえ。11狙い。11狙い。全部倒したら倒したら倒れそう。まあ遠いな、でも。うん。さすがに遠かったね。これちょめちょめじゃないの？ということで、栄えある優勝は
309点。ドーム、おめでとうございます。どうもやってるねえかな。どうもやったもん。意外と刻んでるやん。じゃあ千里ちゃんがやるって言ってたんで、あの個人 MVP の原島さんさんのご利用券でございます。そしてさらに藤島さんもごめんなさいの宿泊もできるので、はい、ヨッシープリンです。旅館の超近く、近くないですか。ヨッシープリンです。やったー。え、こっちいないんだよ。こっちはこっちでやってるんだから。はい、ということで立場の屋さん、ぜひ皆さんご利用してみてください。ということで、モルック体験楽しかったです。移動場。